美術について雑に語らう美術雑論。今日のテーマはクロノスに去勢されるウラノス。なんだこのテーマは。まあ一応今日から毎週ギリシャ神話を取り上げていこうというところで、そう、ギリシャ神話はそんなにこうはっきりした時系列があるわけではないんですけど、うんうん、それでも一応始まりみたいなのはありまして、はいはい、このウラノスというのが、うんうん、なんていうの、私たちの親しむギリシャ神話の中の、うんうん、なんていうんでしょう、ページをめくって一番最初に載ってるタイプの、はいはいはい、なんていうんでしょう、人ですね、うんうん、そのなんていうんでしょう、キリスト教の創世記ともちょっとかぶりつつかぶらない部分があって、うんうん、あちらは、なんていうの、神がはいはい最初いたっていう話なんですけど、うん、こっちは本当に誰もいなくて、最初にカオスがあったと、うん、カオス、混沌とした世があって、うん、それからこう分かれて昼と夜ができてっていう感じなんですけど、はいはい、うん、あまりそこは絵の画材としては人気がなくてですね、うんうん、もうちょっと下った世代交代のシーンから始めようかな、うん、はいはい、これは一応ここも神でもね、そう、みんなね、全員ね、うんうん、なん誰がどれだ今回の主人公ウラノスっていうのがこの真ん中でこう横倒しになっている、うんうん、はいはい、おじいさん、うん、そう、クロノスっていうのがその右で鎌を構えている男、はいはい、うん、男だね、うんうん、でこの二人は親子なんですよ。親子なんだ。そうなんですよ。子供が親の去勢をしているの、えらいこっちゃな。父殺し、王殺し、うんうん、父親、あ、王なんだ、そう、父である王を殺して自分がその地位に取って代わる。なるほどなるほど。けど、うん、また自分も同じ目に遭うだろうっていう予言をされるっていう、結構ね、血生臭いんですよ、ギリシャ神話って、うんうんうん、本当に。しかし何も、殺して奪い取るなら虚勢じゃなくてもいいのに ね。それは何だろう、やっぱシンボルを削り取ることで力をなくすみたいな、うん、そういう感じかな。でこの時切り取られたウラノスのものが海に投げ込まれて、うんうん、その血と血、うんから、うん、クラッケンみたいなできそうだなと思うじゃないですか、うん、だ誰が生まれたと思う？人できちゃった、ヴィーナスヴィーナスができたのすごいねそう、あ、笑い事じゃないわ。そうです。ちょっとそのギリシャ神話はもうキリスト教、聖書と同じでいろんな伝承があるんですけど、うんうん、一応だいたいメジャーなものがこの時、うん、切り取られたウラノスの男性器から、うん、ヴィーナスが生まれた、意味がわからない、女性が生まれちゃうのね、そして、ね、そうなんだ。面白いね。これ本当に同じ目に遭うの？クロノスは切られてはないんですけど、うんうん、切られてはないけど戦争に負けて地獄に幽閉されるっていう。うん、地獄に幽閉。で一応関係としてはこのウラノスっていうのが何かなんですけど、うんうん、一応設定としては空天空の神なわけです。うんうん、はいはい。でこの人の妻というのが、うん、第一母神ガイアなんですね。ガイアっていう神様がいて、うん、なんか空っぽいけど大地、うん、大地の神様の女神なんですよ、うん、だからあらゆるものを神様だったり化け物の母親であるっていうことです、うん、この天空のウラノスと大地のガイアの子供がクロノス、うん、はいはいはい、クロノスは、時、時間の神、一番強そう、そう、だから、おじいちゃん、うんうん、おじいちゃんの姿で描かれることが多いんですけど、この絵ではちょっと世代交代がベースだからか知らんけど、うんうん、ちょっと若いです、ね、ちょっと若めだね。だからギリシャ神話でおじいちゃんっていっぱいいるんですけど、うん、なんていうの、おじいちゃん、白髪のおじいちゃんが出てきたらウラノスかクロノス、どっちかかなって。なるほどなるほど。へ、ね、これ特殊能力みたいなのあるの？その時を止めれたり、うん、その天空の何かこう天候を操ったり、うん、大地の、うん、なんか地割れを起こしたりとか、そういうのはできる。この世代の人はね、そういう描写がなくてね。あ、そうなんだ。次になってくると結構設定豊かなんですけど、うん、特殊能力が。そう、へえ。だからこのウラノス、クロノス、うんうん、次の息子がゼウス。うん、あ、ゼウス。はいはい。この系図です、うん。ウラノスはクロノスに負け、クロノスはゼウスに負ける。うんうん、これ殺してまで何を、王位って何か重要なあれだったの？そこもあんまりふわっとされていて、なんか抽象的な。あ、そうなんだ。そっかそっか。周りのあれは、観客は？観客はね、なんでしょうね。これはなんだろうね。何かの象徴みたいなものがいっぱいあるんでしょうね。うん、目の前で切られてるのを見てるわけじゃなくて。見てないね。うん。
見てないよね。象徴でしょ。別のことして、まあ、きっとその生まれたままの自然みたいなものが時に負けるっていう構図ですから、その、はいはい、秩序、うんうん、秩序みたいなものがこの世には満ちていくんだよみたいな感じかもしれません。なるほど。そう、まあ、こういう登場人物たちっておおむねそのさっき出てきたガイア、うん、浦野さんのお嫁さんのガイア、うんうん、ガイアの子供たちなんで、うんうん、なんかガイア的には自分の子供たちが殺しちゃってるんですよ、はいはいはい、悲しいのね、うん、でそれでもう本当に怒っちゃって、うんうん、その敵に回るとかねなるんですよね。そうなんだ。そうだ、自分の子供たち化け物、うんうん、なんだろう、不当な扱いを受けてた化け物を助けてくれるって言ったから、うん、あなたたちに味方したのにって怒って行かれる女神ですね、割と比較的、うんうん、まあでも怒る理由はありそうだね、うん、みんな子供たちだからね。そうだよね、よくわかんないとこその神よりギリシャ神話の方がなんとなく今はまだ話が入ってきたから、ね、ギリシャ神話はあの日本の神とちょっと共通項があったりとかするんですけど、うんうん、比較的なんだろう、多神教ですし、うん、人間臭いですし、うん、まあ、血のも臭いし、うん、結構私たちにとっては馴染みやすいと思うんですよね、うん、話が入ってきやすいんだ。そうです、そうです。あと何が大事かっていうと、多分現代社会って、うんうん、信仰、すでに信仰されていない神、うんうん、だから宗教の神様としてはもう終わってるんですね、うん、終わってないですよ、ね、宗教としては、うん、物語としてだけだよね。そうそうそう、今だからそういうところもちょっと親しみやすいじゃないですか、うん、あまりめんどくさいことを言わずに、うん、物語としての消費をされてしまう神、うんうん、なるほど。こういうギリシャ神話のさ、神様にさ、お参りできないの？なんかそういう教会は残ってないの？廃墟なら残ってますけど。あ、廃墟か。あのギリシャの方に行くと、まだ誰々の神殿とかって残ってて、うん、観光スポットに載ってます。そうかそうか。独自にお参りをされたい方は、うん、ちょっと心の中で言っていただいて。なんでなくなっちゃったんだろう。その完全に駆逐されちゃったの、キリスト教に。キリスト教に負けた。そっか、なんかさ、ほら、なんて言うんだろう、例えばお参りを完全にしなくなるとさ、うん、何かが起きてしまいそうな気がするの、日本人としては、うんうんうん、そうだね。 だからこそ多分今この辺のお地蔵さんはみんな管理意外としてたりさ、あの帽子かぶって、そうそうそう、なんかお団子備えてもらってたりさ、なんかこういう前なんだろう、崇められていたものが崇められなくなって朽ちてしまうことに対する恐怖みたいなものはあまりないのかな、うんうん、ギリシャ社会、うん、ギリシャの神々ってローマ帝国に引き継がれるんですけど、うん、そのローマっていうのは異民族の侵入を許して瓦解したっていう歴史があるじゃないですか、うんうん、なのでそのローマの神々に対して、うん、特に何とも思わない人たちっていうのの勢力が上回ってしまったんじゃないかと思うんだよね、うん、そういう感じか。そうそうそう、わかんない、あの北と南で起こってることも全然違いますけど、キ、うん、リスト教の勢力もあるし、うん、なんか北の方からはさ、ゲルマンの野蛮人が攻めてくるわけよ、うん、野蛮人当時はゲルマン人はもうやべえ野蛮人だったので。あ、そうなんだ。やべえ野蛮人本当に本当に、その辺の世界史知らないからちょっと違和感があったのかな、うん、そうですね。だからこの人たちを崇める勢力っていうのが権力を失っていってしまったんだっていうことですね、多分。そっかそっか。残ってはいるけど、建物は。建物はね。でも、崇められなくなったら消滅するっていうさ、それも多分日本人的な感覚なのかもしれないんだけどさ。うん、なんかあるよね。今いるのかな？そのこうやって俺たちが取り上げてることで彼らは存在し続けるのかな、俺たちに認知されてるから。そうですね。私はこういうのが好きですから、いてほしいと思いますけど。うんうん、いたらいいね。いたらいいね。みんな元気にしてるんでしょう、ね。どうしてるんだろうね。ギリシャ、イタリアは言わずもながら今はキリスト教の社会ですけど、うんうんうん、ギリシャってどうなんでしょうね。ギリシャね。ギリシャ共和国。うんうん。まあ今は経済があれだから、それどころじゃないのかな。ひどい。でもそれどころじゃないからこそ何かにすがりたいかもしれないね。まあ、多分あそこも今はキリスト教社会なんでしょうしね、うんうん。ギリシャって全然日本にいると情報入ってこないけど。そうね。今やばい時こそ立ち原点に立ち返ってみてはいかがでしょうか、ギリシャの皆さん。失礼や。ドイツの出番やん。ドイツの出番。ドイツの経済の出番かな。もうダメだ。うんうん。まあでもこうやってあの物騒な感じで始まるギリシャ神話、毎週これは水曜日かな、はい。水曜日にアップしていければと思ってますので、あの楽しみに待っていただければと思います。ということでまた次回お会いいたしましょう。
ごきげんよう。